半導体ビジネスにおいて日本って結局その一時期はね30年前とかはすごい良かったわけですけど今やもう全く存在感なないいわけじゃないですかあれに関してその政府の失策も多分あると思うんですけどそれを挽回しようと思っているのかもう諦めているのか。 <laughs> <laughs> あのね、はい、あのまず GPU は今すぐその、はい、同じレベルは全然できないので、はい、今のこの a a の文脈で言えば、はい、まあその GPU ちゃんとその最先端のやつを、はい 調達をしなきゃいけないのでこの調達競争は大あとそれ以外でそのんていうのかなラージランゲージモデルとかファンデーションモデルみたいなものすごい計算量をしなくてもパラメータがそんな大きくなくてもそれなりのアウトカムが取れるみたいなアメ車対日本車みたいなこっちは意外と日本得意だったりするのでそれはやりましょうねっていうことだと思うんですね。半導体も 結局経済安全保障の文脈が出てきたので地政、はいうん、学的な問題もあるのでもっぱら台湾が強いわけだけども、うんまあ、そういう中でそのサプライチェーンとしての日本の役割っていうのはまた出てきましたよね、うんうん、だから、まあ、いろんな取り組みをまああの熊本でやったり、うん、でやったりでもなんかこう逆にそのコロナが終わりその供給過多になってしまうんじゃないかみたいなお話もあるわけじゃないですか、ね、TSMC の半導体とかに関して言うと。 ただこの経済安全保障の文脈はかなり根が深いので、ね、結局日本のものづくりが元気な時って冷戦構造時代でコンペットはいなかった、ね、わけですよね。それで日本より強いとこが地政学的にリスクが高いとか、うん、あと円安もあるんで投資しやすいとか、うん、とはいえ昔は半導体1位でしたねっていう人の、はい、まあ人もあるのでやり方はあると思ってますね。 あの、うん、そういったところでも、やっぱり遅れを取ってる部分って、すごくあるわけじゃないですか。ありますなんか、なんか、その、なんか、例えばですけど、あの、自動運転配送ロボットみたいなのって。なんか、日本のメーカーも出してるんだけど、あれ、全部、例えば、中国とか、ヨーロッパの。その、車台を買ってきて、なんか、側だけ、日本のものに変えて、売ってるだけみたいなところが、ほとんどなわけですよ。だ、そういうのも、なんか、全然出てこないな、っていうのが、ちょっと、あるんですよね。 レギュレーションのデザインのスピード感がちょっと遅いって言って、うん、でこれはまあ何ていうのかな大陸法と英米法の宿命的な違いがあって、うんえー、アメリカとかイギリスとかシンガポールとかイスラエルはあの英米法だから何、うん、て言うのかなとりあえず全く新しいサービスだったらとりあえず始めるじゃないやっちゃいけないとは書いてないところですそのあと司法で書いてる。 でもそれっってどうだったの僕ちょっと歴史の話をするとああだって日本はアメリカに占領されたわけじゃないですかあの時に憲法だけアメリカからパッと持ってこられてその英米法っぽいというか憲法があるのにうん、うん、その民法と刑法はそのまま大陸法は踏襲されたわけじゃないですかあれなんでだったんですか分か,んないでからあの時その、時明治の 維新の人たちあの維新っていうかその元君があの英米法入れといてくれたらよかったと思いますけど一番最初に最初に最初の最初に一番最初の最初に。ただその英米法大陸法っていうその OS 自体はゴロっと入れ替えられないから。 大陸法という OS に英米法というアプリケーションを入れましょうっていう試みが国家戦略特区だったりですでもあれも政治的な,なんか不毛な争いでフリーズしちゃってるんですよねだからだって自動走行だってドローンだっていい線言ってましたよね日本は。でもやっぱり全部逆転されただから社会実装するのにやっぱり日本は選ばれないですよね。あとまあはやっぱりその それを実現するたたためのこうクソみたいなバカ力を持った経営者が不足してますよ、ねまあうーんだからさっきの今の法律の話で言えば例えば宇宙資源開発をみたいな立法事実がなくてもね今月で開発して困ってる人はいないんだけど将来を見据えた法律を作ろうなんていうのはやっぱり我々がその先見て先見てやろうっていう動きは出てきたのと。うん あとやっぱり今言った文脈でグレーゾーンコンプライアンスフリーズみたいなのはやっぱり大企業でみんな起きてて、はい、あんだけ内部留保持ってるにもかかわらず次のイノベーションが起こせてこれなかったと、うん、それでなんか元気のいい人はちょっと行儀悪いと袋叩きに合うっていうのがまあ,あったわけですよねだそういうのとなんか相まってっていう感じはしますけどね。ながいろんな問題が、うん さっきのイノベーションってなんか全然関係ないようで実は裏で結局その地上波の大手マスコミみたいなところが新聞ともしかもね連携しちゃってるから資本,、うん、資本が一緒なので完全につながってるのでそこがいろいろ阻害してた部分は大きいのかな、まあ、イノベーションの文脈でいくとやっぱり周波数限りのある周波数をどこにどう振り分けるのかっていうのは。うんうんうん まあ、まさにデジタル政策とかイノベーションとかのそれちょっとここ<も>ここあんま詳しくないかもしれないですけど聞きたいんですけど、はいうん、要は地デジ化ってのが起こったわけじゃないですか。うんうん、であれって何が起こったかっていうとアナログの1チャンネルか12チャンネルで昔か,昔から13チャンネルか62チャンネルぐらいは UHF って言って田舎の方とかは UHF 帯を使ってたんですけど都心部はだいたい VHF を使ってて1から12チャンネルまで割り当てられてたのを全部どかして。 UHF の方に持ってきましょう VHF から UHF に行って1チャンネルから3チャンネルぐらいのところはあの今あの新しい FM の待機あ AM 局を FM 局に移動しましょうみたいな感じで新たな FM 局のバンドになってたりとかするんだけど地デジってまあせいぜい一番チャンネル数多い関東でも10上ないわけですよ。 なのにもかかわらず40チャンネル分ぐららいい割り当てられてれるわけじゃないですか。それをギュッと絞ればあとデジタルなんで昔はそのアナログだったんでそのスピローバーとかって言って近接周波数帯電波がはみ,はみ出してくるみたいなのがあったんでだから4チャンネルの後は6チャンネル6チャンネルのったは8チャンネルとかになってるわけですよ。でもデジタルそれないんでギチギチに詰められるわけですよ。 だとしたら40チャンネルもいらないのになんで使ってんのかなとか思いますし上の方の周波数帯って UHF の650から700メガヘルツ帯ぐらいっても百100メガぐらい要は携帯に使えるんですよいわゆる。でこの楽天に割り当てあげてあげればいいじゃんとかってねこの間楽天の番組でやってましたけどそういう検討って誰が妨害してるんですかやっぱりマスコミですか ま,まずはやっぱり菅さんみたいなやっぱり改革案の人がこのポートレートどうなってるんだろだから僕の覚えてるのは菅さんとか河野さんとかまあ私も一緒にやりましたけどもでロンドンオリンピックの時にこう手話数見直せとそれで結構イギリスは吐き出させたんですよね特にパブリックがやってるとこは。 でそれがもし総務省でやりきれないんだったら、うん、もうその電波の割り当て総務省から取り上げて、はい、内閣官房とか内閣でやるぞっていう話までやっててでそれはそれなりにあの成果が出たっていう報告があるんだけどあと民間のところですよね一番大事な。でもこれいずれにしてもそのなんていうのかな公共の財産なので、うん、やっぱり既得権って認めちゃいけなくて一番付加価値を生み出すとこ,こに割り当てるべきですよね。うんうんうん だからそういうような提言をする人たちっていうのが政治家の中にはほとんどいないですよねだからまあ河野さん平うん菅さんん平もう一つあるのが、うん、僕はその楽天モバイルにそれはあげてあげればいいんだけど楽天モバイルに割り当てるんじゃなくて当然オークションすべきだと思うんですよ。うんうん まあだそれもあの一定の条件を持ってだから一番付加価値を生み出せるんだという自信があるところが高くっていうことなんだけどまあこれはやっぱり政治的なやっぱりいろんなプロセスがあるのであのなんか NG ワードみたいなのあるわけですよ政策の世界って。この言葉を言う出すといきなりこう止まる議論が紛糾するみたいなのがあるので。 まあ、そこは、あの、今言った僕の文脈でやるっていうことで。あんまり、あの、わかりやすいワード。やると止まっちゃうので、うん。はい。だ、でも、そこはもうプロの仕事なんで。はい。あの。そういうことです。つまり。河野さんと平さんと菅さんでやると。まあ、いや、だから、そ。そうだよ。なか、だから。成長戦略系で規制改革系の人ですよね。だから、できるとしたらですね。うん。で、あんまり総務大臣にそういう人がな。った。 っていう記憶はないですよね。総務大臣、まあおきな役所ですから。うんはい、どっちかっていうとなんて重しのような安定感になる人が総務大臣になっていると思います。うん、いやだからそこもなんか結局そのねあの省庁の再編の時にできたわけじゃないですか。うん、あれは何だったんですかね。いやだからもう一回も省庁再編の時期に来ているような気はしますよね。あの役割分担を。はい、それとまあデジタルっても全部に関わってくる話だし。うん 安全保障にも当然関わってくる話だしだからもう一回ちょっと再編した方がいいんじゃないかなと思ってちょっとまあ私なりに勉強してますけど今。う